皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青にオンライン必要の試験やっていきたいと思います。さあ、今回の火曜日はなんとあの UFO に、さあ来たね、ここね、スイッチを踏んでる間ドアが開くぞっていうね、ハメのゴンゲみたいなステージだったよね、ここね。さあ、操作していくスキンはミスターラビット。さあ、やっていくぜ。さあ、急げ。ここね、めちゃくちゃ手間取ったな。何せ、ワープした瞬間に青鬼がいる仕様だからね。本当に、こんなん誰も避けらんねえよっていう。ここのステージでね、私2回ほど心折られてますのでね。そこだけ覚えて帰ってくださいね。さあ、どっちから来たっけ？こっちからだっけ？来た。来た。で、こっから行くと、反対側から、普通に来るか。オッケー。どうしようか。じゃあ、どうしようか。一応、こっち行くか。で、これで来る？どう？これでいつもだったら、そうだよね。そうやって来てくれるんだよ。はい。さあ、出てって。で、なんでかわかんないけど、普通に来たな。オッケー。よいしょ。じゃあもう一回ちょっとこっち来ていただいて、残り9秒。早いて。うわ、早いて。で、こっちに来たら普通反対側から来てくれるはずなんだけど、どうだ？おおおお！よいしょ。ちょっと強行突破しようか。あれ？どっか行った。青鬼がどっか行っちゃった。でもここで注意しなくちゃいけないのが、出てった瞬間にいるということ。それだけは本当に、阻止したい。オッケー。で、今度こっち、おお、お前なんでそんなとこいるんだよおかしいだろう。それはおかしいって、おなら出ちゃった。それはおかしいって、今の何を、明らかに意志持って行動してるじゃん、青鬼が。お前、それはお前このゲームで勝てるわけないよ、それは。びっくりした。完全に、次こっち来ますからね。はーいって感じで来たじゃん。びっくりしたよ、本当に。ミスターラビットもびっくりだよ、本当にもう。もう不思議の国のアリスちゃんだった、本当に。それじゃあもう一回やっていこう。本当にもう UFO にが来てこないことを祈るだけなんですけども、いいよ。このステージ。いや、でもね、初めてやった時よりも、かなりだいぶまともなステージになってますね。俺がやった時ほんとやばかったからね、ぜひちょっと探してみてください、動画。再生リストに入ってますんでね、ほんとにマジで。心折られてますからね、ほんとに。めきゃめきゃめきゃっていう感じで。それに比べたらね、だいぶ軽い方ですよ。今回のこの、こいつらは。たまにね、この青鬼の位置が変わってるのもポイント。さあ、歩いてって、OK。さあ、かかってこい、青鬼。さあ、こっちだ。OK。よし！よし、当たらない。で、こっちへ行くと、どうすか？来る？普通に来る？俺の経験上ね、来ないんだよね。そう。こうやって、はっ！で、普通にこっち行く？こう行く。来るんだったら一周回っててほしいんだよね。ちょっと10秒ほど待ちましょうか。でも10秒待っちゃうと青霧がすごい勢いで来ちゃうからね。本当は嫌なんだけど。よし、行こう。おーいえー！あぶねえ！うわー！でね、これがね、ここで厄介なのは、そうかい。じゃあちょっと、素直に、素直に、一周していけばいいじゃんって思う方もいるかもしれないんですけども、そうするとね、反対側から来るんですよ。このゲームの特徴として。まあ、じゃあやっていくぜ。いつも通りに。いつも通りはこうやってやって、で、まあ、大体ここで一周くるくる回して、時間、その距離を取ってっていう戦法なんですけども。さあ、どう来る？どっちから来る？本来だったら、下から来なくちゃいけないんだけど、上から来なくちゃいけないんだけど、かなり時間かかってるから、
本当にマジで一周してくる可能性ありますからね、本当に。いやらしい。いやらしい。もういやらしい。本当に。嫌だ、私。早く来なさいよ。男らしくない。ここで出たら、もうどうせ来るんだろ、お前。来るだろ。行くぞ。おー、イエー。おー、来たー。で、こっち行くと空港ない。オッケー、じゃあ反対側から行こう。早くしないとね、本当に青霧にマジで巻かれちゃうから、ここ。いやー、なんでお前そう来んの？あれ？あー、このパターンですよ、皆さん。このパターンですよ、い。先回りされるパターンだ。やだな、今の動き。今の動きはやだ。本当にやだ。こうじゃん。来るぞ。あ、来ない。意外と来ない。そしたら、どうする？で、ここで、こう。そう、来た。これ視聴者だからか、ブエアー！悔しい。悔しい。あれ、できないか。あれ、前回うまくいったんだけどね。普通に逃げる方がいいのかな。でも、外出ると青霧に巻かれちゃうから、10秒間も逃げられないんだよね。悩ましいな。どうしよう。いや、その分早くクリアしろよって感じなんですけども、これがね、なかなかクリアできないんだすよ。本当にハイボールウェイって。吉高由里子が出てきて、で、こっからどうしようか。この UFO から逃げるっつってもね、終わりだしね、もうね。どうしようかな、本当に。こっちから行こうか。はい。よし、来い。そこは来いよ。来てくれなきゃ困るよ、それは。あ、来た、オッケー。いやー、びっくりした、本当に。それは話が違いますよ、みたいな。契約の、それと全然違うじゃないですか。ダメっすよ、みたいな感じになったからね、今ね。オッケー、オッケー、オッケー。やってって。で、こういう時に限って、本当に、愚直にまっすぐに来てくれる青鬼さんなんだと思うんですけども、どうなんだろう、UFO の一体の方が来るのかな、またまた子が来ちゃうのかな、どっちなんだろう、あれは。OK。こっから行って、で、そう、これが完全に、OK。まとまんないうちに、行きたいんだけど、はい。そう、これで、ハサミされるけど、そんなの構わへん。こっち行ってって、で、これはね、本当に、おー、これはー、はい、すでに9回コンティニューをしてしまったので、今回はここまで初めてだね、こういうので、クリアできない、ワンステがクリアできないで終わっちゃうの。まあ、こういう回もあっていいでしょう。あー、むずい。無駄にむずい。なんだあれ。一回クリアしたのに。ちょっと動画見直して、まあ、リベンジできたらリベンジしたいと思います。くそー、むずいなー。オッケー、じゃあ次の動画も見に来てください。じゃあ次回もお会いしましょう。バイバイ。